こんにちは。2020年9月14日です。網走道の駅に向かって走ってまいります。これは途中温泉に浸からさせていただきました。網走湖畔のところにあります温泉施設です。まあホテルです。ここに入浴させていただきまして、これから向かっていきます。途中この網走湖畔の横にあります、キャンプ場に寄らさせていただきました。行きましたら7、8組ですから、もっといたかな、テント張ってる方がいらっしゃいました。オートバイの方も5、6台いらっしゃいます。オートバイの方は小さな一人用のテントを設営されておりました。またキャンピングカーで来た方もいらっしゃいます。その方もここでテント張ってましたね。お二人でテントの中に入って、過ごすみたいです。到着したのが午後の4時頃です。これからゆっくり、夜を過ごしていかれるんじゃないかなと思います。今日は気温がちょっと低いんですけども、風もなく非常に穏やかなんで、テントを張って、そして薪を焚いて焚き火ですね。なかなかいいかなというふうに思います。焚き火に当たりながらバーベキューをしてビールを飲んでいると、なかなかいい季節かもしれません。暑くもなく寒くもなく、ちょっと寒いかもしれませんけども、十分過ごしていけるんじゃないかなというふうに思います。キャンプはいいな、いいな、いいなと思いながら、私の場合は車中泊です。車の中にこもっては編集をして一日が終わってしまうということです。こうやって散歩が横から出てきた時は非常に忙しい思いを、しておりますが、まあそれが別に楽しいわけで、なかなかいいかなと思って、やっております。これから向かいます網走道の駅、ここで車中泊をさせていただきます。今日は家から出るときにビールを冷やして持ってまいりました。小さなバッグに、氷を入れて冷やしてきました。それと同時にサバのレトルトですかね、サバのレトルト食品のやつを持ってきまして、ご飯は、温泉に浸かってから電気釜のスイッチを入れて網走道の駅に到着する頃には炊き上がってるだろうということで、走ってまいります。まあコンビニ弁当とか外食をしないで車の中で車中飯もご飯炊いてレトルトでかけて終わりというのをやっていこうかなと思います。まあもう少し寒くなりましたら、ちゃんとできるだけ簡単なものを車の中で調理いたしますので、今の場合はご飯炊いてそれをレトルトで温めてそれで終わりという、簡単なことをやっております。でまた今回もスマートフォンのインカメラを使っての撮影をさせていただこうかなというふうに思います。網走道の駅2年ぶりですね、ここに来たのは。泊まるのは2年ぶりです。通過は何回も通過してるんですけど、なかなかここで泊まるという機会がありませんでした。このまままだ進んでしまってですね、知床岬の近くまで行ってしまっております。今回はここで、ゆっくり休んでテレビでも見て、まあ音楽でも聴いて、過ごそうかなと思ってますが、まあそれはあくまでも編集の書き出し作業ですね。エンコードをやってる最中での話であってですね、まあ結構いろいろ編集とか手ぶれの防止だとかですね、そっちの方の処理にまあ結構時間がかかってしまいます。この網走道の駅の近くにはコンビニエンスストアもありますので、十分いろんなものを調達することもできます。以前ここで網走の方とちょっとお話して、オールドのウイスキーをいただいたところです。思い出しますね、こういうところ泊まりますと。まあ通過してるときはもう多分忘れてるんですけどね、泊まってそうだな、ここだな、前来たときはどうだったかなってやると、こう思うとこうだんだん思い出が蘇ってまいります。今日はここで休ませていただきまして、次の日は知床です。知床シェルトゥーフ行きまして、それから知床峠を登っていきます。多分明日は天気がひょっとしたらいいかもしれません。行くても峠の上は全然違うんで、期待はしないんですけども、まあ取れたら取ってみようかなというふうに思います。それから空いてましたら熊の湯に使って、それから養老牛温泉ですか、そちらの方に使っていきます。前回はちょっと時間が早くてですね早く着きすぎてダメだったんですよ。今回は午後になるんじゃないかなと思いますので、養老牛温泉に使って、そして摩周道の駅で、車中泊という工程を組んでますが、まあ今回もだいたい300キロぐらいですね、1日の工程。
でも堂々来ますとですね、300キロ平気で走れるんですよね。道は空いてますし、スピードはそんなに出しておりませんけども、流れが速いですから、それに乗ってずっと、走っていこうかなというふうに思ってます。札幌近郊ですとなかなかこれだけの距離を走ると本当疲れるんですよね。周りに速い車でもう横に入ったりなんかしても大変な思いするんですが、ここに来ますと本当に田舎道で、本当にいい北海道だなという感じがするところです。もうすぐ網走道の駅に到着です。ここ左に曲がりまして、左側が海です。でここから冬になりますと、砕氷船ですか、それが出ますね。ガリンコ号だったかな、ガリンコ号ではないのが出ますね。オーロラだったですかね。これが網走道の駅です。まだ空いてましたので、中に入ってちょっとだけ撮影させていただこうかなというふうに思います。今の時間はですね、まだ車あんまりいないんですけども、夜暗くなりましたら急に来ましてね、たくさん。もう結構ほぼ満車状態というぐらいにたくさん車が集まってまいりました。これ道の駅の中は非常に綺麗ですね。たくさんのものが揃ってるぞという感じですね。何から何までここに来れば全部揃うような感じのところですね。お土産物もありますし、食べるところもあります。それから展望のスペースなども用意されてます。これは外に出ました。ここから海の方を見れます。ここに確か船が着いて、ここから乗ってったと思うんですけどね、の船着き場です。今はこの船は網走の方、知床行って知床遊覧船やってますね。冬になりますとここに来るんですよね。そして砕氷船になるということです。もうすぐ車の中に入ります。車の中に入りまして、車中飯です。もうご飯は炊き上がってますので、あとはレトルト食品を温めるだけです。サバのレトルトです。ちょっと食べるところは映っておりませんけども、これをこう温めて、ただご飯の横っちに置いて、食べましょうということです。簡単ですね。たまに、レトルトもいいかなと思ってやってます。カレーの方もこの次はカレーをやってみようかなというふうに思ってますから、今回持ってきてませんね。あとスパゲティを持ってきてるんですけど、なかなか作る機会がありませんよね。でこうやって3分間温めて、横に出して食べるということです。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。